広告となってるんです僕は。ネギでそば食えたでしょ。知ってるよもう。癖すぎる。全然。すげえことマジだから。何ですか。久しぶりですね、このスタジオも。はい、久々です、はい、そんなことでね、僕は今日このままで来たんですよ。はい、あの、ここまで、はい、家から1時間半ぐらいかけて。なんでかわかりますか。なんで自らが広告となりね、サムライティングを一人でも多くの方に、全然知らない方とかにも知ってもらうために、駅の方とか、いろいろ街のコンビニの人とか広告となってるんです僕は。意識高い系で心臓を捧げます。デデ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 。はい、サムライティングのコンセプトって何すか。海外に向けて日本のフードファイトを発信して、海外の選手とかとも戦ったりして、もうここにいるんだぞ、日本の小島国にいるんだぞ俺はっていうのを世界に知らしめるべく始まった番組です、チャンネルです。ですよね。はい、で今回ちょっとそういったものを持ってきまして、お福島県の大内宿、大内宿というところにある名産のものがありまして、はい、そこがネギそばってものなんですよ。ネギそば、はい、おそばを食べていただくんですけど、はい、お箸がないんですよ。なんとなく気づいてますよ、ね、正直あれでしょ、ネギでそば食うやつでしょ。知ってるよもうそれをちょっと今日やってもらおうかと。おお、え、やんの。やります。あ、マジで。まあ、ただそのネギそばをマックさんに食べてもらうだけじゃ、まあ、やっぱこのチャンネルやる意味ないじゃないですか。攻めるね、なんか変わったよね、ガオをさ終始あのなんていうの携わってから。いやいや、なんかちょっといいオーラ出てるね。そうそう、ちょっとオーブンプラス早食いをしたいの。ほう、ただもちろん箸は使っちゃダメ、うん、ネギだけで食べる、うん、冷やしそばの早食い2キロ、うん、こちらを今回10分か15分でやってもらおうと思ったんですけど、うん、マックさん的に何分ですか。3分。そんな10分も15分もいらないよ。尺的なもの。15分ではないと。ということで、まあもちろん消防ですので罰ゲームをします。え？何？普通の人がしたら罰ゲームなんですよ。でもマックスさんどうせできるので罰かどうかわからないですから。なんだよそれ。え、ヒントヒントは3月ぐらい侍で動画撮り行って飲みました。分かったよ、ブーブクでしょそれ。ドリアンでしょそれ。ドリアンちょっと OK っすよ、そんなもう用意するだけ無駄ですけどね。さらっとクリアしますから。はい、では久しぶりに食べるので、うん、これっていいと思います。じゃあ6万人目指すの前に、この普通の動画を上げることによってチャンネル登録者数が減らないようにレッツイート。で、ご準備よろしいですか。でもいいよ。で、5秒前からいきたいと思います。はい、で、参ります。5、4、3、2、1、スタートです。いただきます。踊れ踊れ、かつお節。そうか、こうやってくるのか。はい、うめ。え、超いい企画なんだけど。あ、これだけじゃいけないんだこれ。結構です。だって合うんだもん。お腹減ってたから、ご飯ちゃんと食べてなかったから、ね、美味しい。これ面白いね。いや、僕もまあこの企画やりにあたっていろいろ調べてたんですよ、YouTube とかで、うん、そこまでワイルドにあのバキってくる人いないですか。当たり前だけどめっちゃ合うよ。本家はもっと熱いんですよ。あ、
って普通のお蕎麦なんだ。で、そのさっき吉田さんに聞いたんですけど、うん、その厚さもあってその辛みが薄まる。だけどね、辛みがね、はい、でも俺この刺激的なの好きだから、うん、七味欲しいな、うん、なんか辛い薬味ないですか七味的な、なんかこう、すりだねとかあると、なんかおそばに合うやつがあると、おいしい。四川風ラー油と、うん、蕎麦にラー油ね、もう大辛だ、ちょっと控えめに言おうかね、蕎麦にラー油ね、こういうお店ありますからね。感動した、うん、マックスさんがザル蕎麦と塩がうまいってやってみたら本当にうまくて、蕎麦が美味しいとこは塩で食うと、あの藻塩とかがいいよ。あれ藻塩ってどこでも売ってるんですか？スーパーならあれ、あ、うまいでしょ。うまかったっす。でもテクニック使い出してるから、適応が早いんですね。早いでしょ、はい、しかもなんか普通に食べてるでしょ。はい、とわりそばとかだとやっぱうまいのよ、それで食うと。でも全然普通にスーパーで売ってる、はい、茹でるとわりそばとかでも、はい、ちょっとお塩こだわってやると、はい、それだけですごい美味しくなる。これこうやって食うのあれだ。ちょっとグレーゾーンです。グレーゾーン、はい、やめよう、そばだけにね。全然食べれるね、ネギ1本でさ。いや、そうですね。いや、もっとなんか苦戦するんですよ。全然晴れたってきた。で、今回その2キロでこの15分とかした理由が、マックさんの昔の動画を見てて、うん、一生そばでしたっけ、うん、その動画を見たんですよ、うん、で1キロ超えぐらいを5分ぐらい食べてたんで、2キロだったら15分ぐらいでこれは食えちゃうな、アババッと5分で、うん、一生そばって何？マックさんの動画で一生そば店のもの一生そば、2年前ぐらいの動画でしたね。あ、10分のやつ、はい、あ、あの荒井薬師かなんかやるやつかな、はい、もはや早食いでも何でもなくなってるっていう。
これでネギ食べきるの？まあまあ、あの本家の方は食べきる人の方が少ないんですよ。ちなみになんですけど、マッカさんってネギ食えるでしょ？いくら好きといっても1本ってこうきついと思いますよ。あとでやってみる。確かに、確かに。ギブアップ。でもまあこういういろんなことを積み重ねてもあれですな、まあ本家というのかどうかわからないけども、急上昇5位まで行っちゃったのでかいですな。でもまあ過去なんで、もうあれは先が輝いてないと意味ないんで、はい、すげえことマジだから。めっちゃ食べやすい。そうだ、その方が風味出そうですね。うん、これどういうきっかけで始まったのかな、一本ネギ、一本そば、ネギそば。はい、ネギそばなんか本家、本家が、まあ、福島の大内宿で、うん、面白いよね、イベントか。なんか徳川の時代、遡るんですけど、徳川の時代、はい、江戸時代とか、うん、そこでなんか将軍様への献上品だったらしいんですね。で、まあ、お蕎麦も結構あれだし、ね、苦いしなくないですか、うん、そうね。で、一緒に出してたんですけど、うん、やっぱそういう時代って、ね、刀がとかあったりして、切るっていう行為が、ちょっと縁起が悪いって行為に当たってしまって、うん、そこからこのそのまま食べる。ああ、ネギを切って入れるんじゃなくて、はい、切らないで。じゃあもうこれ、食器でいいんじゃねみたいな。はい、で、それが大内の三沢屋さんのところの、うん、あの発祥のこの言葉になって、これすごい海外の人に受けそう、受けそうですよね。うん、残り4.17秒です。はい、これサムライっていつから教育番組になったんですか、これこれ杖は、杖はディレクターすいません、本当に普通に終わっちゃいますけどいいですか。本当ですか。だって普通に食べたらあとちょっと入れないわかるわ。でも結構いい時間だね。そう、量あるじゃんこれ。はい、やっぱまあコーンなんで
軽く伸びてるところもある。まあでも本当に美味しい、普通に風味もあって、ネギのコンビケットとか。残り3分です。うん、簡単の方がかなり、これはじゃいいでしょ、はい、こうやってやもう残り2分です。何？残り2分です。はい。よしーがさ、ちゃんとあの薄めに作ってくれたからさ、飲みやすくてもやっぱうまいですよ。そんなに必要ですね。うん、そんなに必要ですね。メインスタッフにしなきゃダメだよ。抜けるだけ動けないんだけど。はい、これもあと何分？あと50秒です。え？早く行けよ、おついと言ったのに。残り30秒です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、はい、ちょうどっすね。これちょうどぴったりでした。これね、正直楽勝だろうと思ってたけど、結構きつい量がきつい。あれだよね、俺にさ、リスクだけ承知しといてさ、あれだよね、君ノーリスクですか。俺がこれリスク背負って勝負に勝ったんだから、君やらないとカイジの世界では通用しませんよ。お前、ちょっといいですか。俺に勝負を売るってことは戦争するってことだろうが。これ飲むかネギ1本食うかどっちの方がいいですか。これはつまんないからネギ食ってもらいましょうか。それではここからケンスケ君のネギ1本食いコーナー。どうも、敗北者です。ネギを食べていきたいと思います。でいきます。水のように優しく、花のように激しく、震える。おおお、先生が降臨だ。お前どこ行くぞ。なぜか逃げよう。僕もいいですね。じゃあ、ケツを拭いた、大沢ディレクター、今後ご一緒に締めていただきましょうか。これにて
本日のサムライティングは終了とさせていただきます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい。いいね。あれさ、エンディングもそうだから変えてもいいんじゃない。あのふーっていうなんか歌とか作りたいな。